はい、どうも皆様こんにちは、ピーターマンです。テールズオブグレイス SF 続きをやっていきたいと思います。前回の続きから、前回オートを奪還して、いろいろとあってリチャードにダント攻めるよって言われたけど、自分は使者として行くからって言ったアスベルは使者としてダントへ行くのでしたっていう感じ超大雑把だけど、とりあえずね、ダントに行くにはこの船に乗って行くのは多分一番早いので。教官、お、どうしたんですか、こんなところで。今までの騎士生活を振り返っていたのさ。俺の手で守った命と奪った命、どちらが多かったのだろうかと。守る命と奪う命。騎士になるということは守る命よりも、ああそうなんだ、多くなるのと今更気づいた。命の重さは数では、戦争とかな、たくさんあると思うしな。守りたかった命があったはずだ。その償いにと彼らを守るために戦っては、また誰かが不幸になる。この業からいつになったら抜け出せるのだろうな。いつかその答えは出るのでしょうか。さあな。そこについてはね、アスベルは全く考えてなかったよね。絶対にこう守るためだけに騎士になろうと思ってたから、そういうことについては一切考えてなかったっぽいけど、どうなんだろうな、その辺は何も言わなかったけどね今。さて、特に何もないと思うんで、普通にラントに近くなるまでカットしようと思います。1回ぐらい戦うか。教官がね、どういう感じの戦闘スタイルかっていうのをちゃんとお見せしようかなと思って。で、いたね。敵対して強くないと思うんですけど、教官こうやって投げれるんですよね。で、投げてる間完全無防備なんですよ。で、呪文も唱えれると、術使いでもあるんで、だから完全にこう遠距離、そう遠隔なんですよねそうなんだよ、だから囲まれた瞬間終わるんだよ、詰むんだよ。で、確かだけどこのメンツ、このパーティーの中で一番防御力が低いんですよね、マリックさんって。だからね、相当上手くないと使いこなせない。僕はだから上手くないので使いこなせないので、基本的に控えに置いてましたこんな感じですいません。ちょっとあんまこう彼の戦闘はあんま期待できないって言うんですけど、期待できないっていうかあんまお見せできないんですけどね。一旦じゃあどうしようかな、ソフィーとマリックだな。一応コンピューターには使ってほしいので、こんな感じで、称号も欲しいからな。じゃあラントの方で行くまで一旦カット。さあ、ラントが近づいてまいりましたけど、そもそも入れるのかっていう。門が閉じられてるね。頼めば開けてくれるわ。私はいつもそうしていたもの。彼らはアスベルの正体を知っているのではないか。不用意に近づくのは避けるべきだ。言うても死者だしな。門を通らずに町の中に入る方法ってないの？門を通らず、そうだ、水路を伝っていけば。マジか、また水路か。水路も多いよな本当にな。ダンジョンかな、どうなんだろう。宝箱ある、開けて、アイアンホルダーか。アイアンホルダーチタン、あ、ないね。どうやって行くの。あ、行けるわ、ダンジョンだよねきっともうダンジョンですらなかった、普通に入れた。これでも入っていいの、こんな入り方で。ちょっと待って、上がれないけど、上がれたマジか。で、とりあえずヒューバートだよなきっとうわ、会いたくねー、超会いたくねー。あー、そっか、入っていいのか何も言わねえんだな。うわー、もうなんて言われるか大体予想つくもん。こんにちはこれは
予想外の来客です。本当だよ。面会の約束をした覚えはありませんが、ヒューバート、話があってきた。無条件に勧告を受け入れろとは言わない。だがせめて交渉の席についてもらえないか。このままではクリアスの流通が滞り、ウィンドル国民の生活に深刻な影響が出るんだ、うん、頼むヒューバート。新国王陛下はあなたを使わせば僕が撤退勧告に応じるとでも思ったのでしょうか。俺がここへやってきたのは自分で志願したからだ。だとしたらあなたの見通しは甘すぎますね。やっぱりな、そう言うと思ったよ。少佐、緊急事態です。は？ウィンドル軍が突然攻めてきました。なんだぞ。ウィンドル軍の勢いは凄まじく、味方はすでに市街地まで押し込まれています。だって、え？なんだって？一体どうなってんの？戦争になるのを止めるためにここへ来たんじゃなかった？なるほど、そういうことでしたか。僕を説得するふりをして軍勢を引き入れていたとはね。違う、俺はそんなつもりじゃ。ここまでバカにされるといっそ小気味いいくらいですよ。全軍に第三種迎撃体制を指示、何としても持ちこたえろ。はっ。ヒューバート、信じてくれ、俺は何も知らないんだ。それが本当だとしたらあなたは惨めな使い捨ての駒に過ぎないということですよ。どうするの？俺たちも外へ出よう。状況を確認しないと。リチャード、そこまで？マジか。そんなアスベル駒にするとか。え、どうなってんの？本当に戦争？うわマジで？弟君を説得できたかい？リチャード、どうやら様子を見に来て正解だったみたい。リチャード、どうしてこんなことを？すでに伝えてあっただろう、ラントを攻めると。それにこれは君のための戦いでも、故郷を取り戻してあげると約束したじゃない。俺はこんなことを頼んでいない。君が頼まなくてラント侵攻は実行した。僕に逆らう者は容赦しない。思い知らせてやらないと。リチャード、最近のお前は何かというとそればかりだ。今のお前のやり方は間違ってる。どうやらラントを攻め落とす前に君と話をつける必要があるようだね。シェリア、みんなと一緒に町の人々を安全な場所に誘導してもらえないか。俺が話している間に早く、戦いが本格化してからでは遅い。分かったわ。ソフィー、行きましょう。ここに残る。いいから早く。アスベル、アスベル。アスベル、もう一度聞く。僕の何が間違っているって？君は僕のことなら何でも理解してくれるんじゃなかったのかい？力に頼り、恐怖で縛るばかりのやり方では何も解決できはしない。そんなやり方では平和など到底手に入れられない。分かってくれリチャード、昔のお前に戻ってくれ。そうか、本気なんだ。君も僕に逆らうのか。所詮は君も違うだろう。ちょっとでも本当に様子おかしいぞ。ヒューバート、なんて凄まじい闘気だ。本当に
あのリチャードか。いや待て、殺す気かよ。な、なんで戻ってきた。どけソフィ、なぜ戻ってきた。守る。この光が、あの時の。あ、7年前の。また貴様か。またしても貴様が立ち塞がるのか。守る。あの時のようにはさせない。ソフィ、お前、記憶か。またあの時と同じように。死ぬ。やめろ。裏切ったな。僕を裏切ったな。え、ちょ、皆さんの この状態で人間は防制ついてんじゃん。ちょっと待って待って、3人でやるの、これはマジか。予想外だった。防制、人間と衝撃。防制に強いのはこの2つと四天滅天将だけど、じゃあ冷静に攻めるか。うわ、マジか。期待します。マジか。くっ、じゃあ冷静。なるほど、リチャードが防制を。防制って確か、あの7年後のすぐの戦闘のオーレンの森で出会ったあの魔物、あいつが守っ、おっとがっつり組んだ。やばい、あの2人、くそ、同速まであんのか。くそ、こんな勝てんのか。ヒューバート無理すんなって。あ、作戦変えれんな。こまめにして。ヒューバートの術は、あ、結構あるな。回復技なかったっけ。これしかないか。くそ、じゃあいって。アスベル主体で攻めるしかない。あ、でもヒューバートも防戦使えるのか。だったらよし、このまま攻めていこう。あとはあいつの非容疑だな。バーテックスローズがどんぐらい来るかだ。よいしょ。ジャレイ戦は隙が少ない。しかしあの技は来る。一旦離れろ。まずい、ソフィ。鮮血よくしれ、バラのようにブラッティロース。間に合わない、危ねえ。まだ生きてる。くそ、技名まで変わってるのか。今がチャンス、攻めていけ。ここだ。バリアは剥がさないと。やばいな、半分か。でもこれなら勝てるか。雷神剣とか普通に使ってくんな。ヒューバート近い。なんだなんだそれ。くそ、参ったな。ヒューバート使うか。じゃあ
防制でスカーレットでしょ。それしかいないもんな。させない。ソフィーまで。おばっか。ここまでだ。いやちょっと待って、強すぎるこいつ。リトライって言っても3人だからな。ちょっとヒューバートの技とか確認したいけど、こんな感じか。ちょっと難易度下げるしかない。これはもう一人欲しい。これで勝ってやる。じゃあ1000、だいぶ下がったね。5000は下がったね。このところで負けるわけにいかないんだよ本当に。にしてもだよね、もう本当にこれはリチャードじゃない。マジで何かに乗っ取られてる。まあ、やっぱ引っかかるのはあのソフィーとの会話だよね。またしても貴様がって言ってたから、一度会ったことがあるんだろうな、その乗っ取られてる、乗っ取ってるやつは。おっと、一発が当たったか。させない。逃げろヒューバート。よし、5000か。まだまだだな。来る。くそ。2。あ、このタイミングだと。大丈夫、よかった。ヒオギダメージはそんな高ないから。もうすぐ溜まるぞ。こっちもよいしょ。もうすぐもうすぐ。そしたらここで戦闘が総点検。最後は抜刀してジャレ一戦から決める。57か。まあまあだな。させるか。半分は削った。いいね、みんな打って。よしよしよし、この3人はちゃんと使えるんだな、防戦の技が。これなら勝てる。あの技やべえな。やばい、来る。あぶね、全力だ。一旦対等して。やばい、ヒューバード。くそ、させるか。頼む、回復してくれ。間に合った。よしよし、あとはこいつを止めるだけ。ここだ。させない。ほら、なんだと。ああ、辛かったな。っていうかマジでリチャード、この二人は無事なのか。めっちゃぼーっと見てたけど。ソフィーが勝った。完全に別物だな。アスベル、ソフィー、ヒューバート、大丈夫？怪我はない？いや、やばいと思うけど。ソフィー、ソフィーがしっかりしてくれ。平気。私、思い出したの。
小さな頃のってことはみんなのこと本人思い出したの。ヒューバートはおとなしいけどしっかりしてていつもみんなを気にかけていた。シェリアは体が弱いのに負けずにいつも元気だった。そしてアスベルは優しくて強くて私を守ってくれた。また会えたね。ああ少佐、お無事ですか。僕は大丈夫だ。それより外の状況は。ウィンドル軍はリチャード王と共に町の外へ撤退しました。すぐに城門の守りを固めろ。深追いはするな。はっ。しかし本当に攻めるとはな。ありさまで結局俺は守れなかった。そんなことない。アスベルは私を守ってくれた。小さい頃と同じ。ちょっとだけだけど思い出せてよかった。よかったはずなのになぜだろう。なんだか不安なの。このままいろいろなことを思い出していくのが怖いの。ソフィー、あ、セーブか。そうか。まあリチャードがどうこうっていうよりソフィーがまず記憶が戻ったのはそれはいいことだけどな。記憶が戻ったっていうか、もし本人だったら死んだってされていたあのソフィーは一体何だったのか。現在のウィンドル軍の状況ですが、オートやグレルサイドへ通じる街道にまだ諦めてねえのかよ。展開中です。もう一度攻めてくる可能性は十分にあるというわけですか。一方フェンデルの動きもここに来て活発化しています。部隊をフェンデル国境に展開させ監視を強化していますが、こちらも油断は禁物です。ところで少佐、先の戦いで発生した光の正体は一体何なのですか。あの光については報告はしなくても構いません。なぜです。相手の新型兵器の可能性もあると思います。まあせやな。まあつっても分かんないことばっかりだからな。僕は感心しないだけです。ではクリアスの問題はどうなさるおつもりですか。クリアスの採掘量を増やすよう本国から特殊されているにもかかわらず、そうしないのは人手が足りないからです。まさかラントの人々に無理強いすることもできませんし、はあ、我々はラントの侵略者ではありません。あ、そこはちゃんとしてんだな。本当に亡命者です。さすがだな。亡命者ですか。物は言いようですね。少佐は本国の意向よりもなんだこの副官、ラントを優先する気持ちが強いように思えてなりません。そう思うのは待って、喧嘩すな喧嘩すな。しか見ないからそれは当然でしょう。まあ確かにそれはまあ仕方ないよね。みんな思うよねそれは。
僕はストラタの軍人です。7年前のあの日から僕は故郷を捨てたんです。故郷を捨てたか、捨てられたというべきか。アスベルに対しては故郷を捨てたって言い放ってたけど、自分もそう思っているのか。一応ダメだね、これ以上は近づけそうにないよ。とりあえず国境を越える様子はなさそうだ。フェンデル軍か。多分ストラタ軍を警戒してるんだろうか。もう完全にラントが戦場だよね。見通しはあるの。自分にできることをやるしかないと思っています。ラント領を二度と戦火に巻き込まないようにすること、そしてソフィーのことです。彼女は7年前俺たちを助け、そうな、確かに死んだはずだった。なのに今こうして変わらぬ姿でここにいる。もう二度と失わないようにソフィーを守ります。私らも協力するよね、教官。言うてもな、具体的な教官なんていうか、こう何をしなきゃいけないってのかな、全然ないからな。フェンデル軍の展開状況も見たこと。どうすんだこれから、マジで。そうですね、ソフィー行くぞ。アスベル、お花畑に寄ってもいい？連れて行ってやるといい。俺たちは先に帰る。花畑か。わかりました、行こうソフィー。あの日の少女、これか。あ、飛行機だ。クリティカルブレード、うん、じゃあこれにするか。なるほどね、花畑がちょっと遠いんだよな。まあ、おディスカバリーあったのね。これはあれだな、結構前に来ないとスキットが見れないやつだな。そういうのもあるからな。よし、じゃあ花畑の方に行ってきます。私とアスベル、ここで会ったんだよね。ああ、子供の時も今回もここで出会ったんだ、うん、私アスベルたちを助けた後は、そうだな、アスベルたちに会う前は、そうだな、どうしていたんだろう。そこら辺はね、疑問ばっかりだよね。どこで何を捨てたんだろう。考えると不安になる、思い出さない方がいいから思い出せなくなってるんじゃないのかな。思い出した過去が嫌なものだとも限らないだろ。うん、もし過去に何かあったとしても過去なんて問題じゃない。大事なのは今なんだソフィー。今そろそろ家に戻ろう。みんなが心配している。うん。うわ、ひでえありさまだな、本当に。バリー。シェリア。頼まれていた薬と包帯を持ってきた。ありがとう、バリーさん。アスベル様、何か手伝うことはあるかな。自分たちのことは自分たちでやれますから。肝心な時にいなくなっていたお方に頼るほど俺たちは愚かではありません。頼るならヒューバート様を頼ります。そんな言い方ねえだろ。ちょっ、バリーさんは、あれは誤解だめだろ。バリーは俺が7年間王都へ行ったきりだったことも含めてああ言ってるんだろ。俺がずっと不在だったのは事実だしな。
立場をわきまえず、まあ、でも自分のことだけ考え、そう考えるのは立派なことだけど、いくらなんでも俺はラントにいない方がいいのかもしれないな。またいなくなってしまう。ヒューバートだってもしかしたらいなくなるかもしれないっていう。なんで？どういうことだシェリア。ストラダ軍の方に聞いた話なんだけど、なんでもヒューバートの人が、はあ、まあ副官もあんな感じだったしな。それでヒューバートに本国への召喚命令が届いて。ええ、召喚命令。それでヒューバートはどうするつもりなんだ。それはわからないけど、今ヒューバートがいなくなったらラントは一体どうなるんだ。ちょっとヒューバートのところへ行ってくる。アスベル、またみんな離れ離れになってしまう。そんな、そんなの。シェリアも行くのか。うわ、ひどいありさまだな。これは多分死者も結構出たんじゃないの。あ、知ってるんだ。うん、まあちょっとね、ヒューバートのことは今後にもだいぶ関わってくるから引き止めた方がいいけど、国からの命令だとな、どうしようもできないよな。ヒューバート、ストラタから召喚命令が来たというのは本当なのか。誰にそんなことを。ええ、まあ事実です。大統領閣下の名で出された指令ですから、抗うことは難しいでしょう。マジか。お前のやり方はストラタ本国の意向に沿っていないと聞いた。もしそうだとすると、お前が向こうに戻ると。総督の地位を解かれ、二度とここへは来ない可能性もあるでしょう。本国の意向に背いているのはラントのためか。目先の利益を追うより、将来的な展望に基づいてことを運ぶ方が得だからですよ。僕はストラタの軍人です。それが当たり前でしょ。俺はお前にはここに残ってほしいと思ってるんだ。今のラントにはお前が必要だ。この地が置かれている状況を目の当たりにして痛感した。お前にはラントの今後の指針を定め、かつそれを実現するだけの力がある。悔しいが、どちらも俺にはないものだ。今のラントを守れるのはお前だけなんだ。頼むヒューバート。名目上に過ぎないとはいえ、今もラント領主である人の言葉とは思えませんね。自分の土地を他人に支配されても構わないんですか。他人じゃない、お前は俺の弟だ。今俺がラントのためにできることはお前の力になることだけだ。お前ならラントのことを思ってくれると信じているから。なるほど、それが答えか。せめて時間があれば。時間か。時間があればなんとかなるのか。ラントが抱えている問題のすべてを解決することは無論不可能ですが、いくつかに対処することは可能です。せめて守りを固めて、信頼できる者に後のことを託すことができれば。俺が代理としてストラタに行く。お前がストラタにもラントにも必要な人間だということを説明してくる。召喚命令を取り消せるかどうかはわからないが、少なくとも時間を稼ぐくらいはできるだろう。マジで？自分の立場が分かっていますか。あなたの身の安全は保証されませんよ。そうだよね、だってさっきも言っただろ。一応ウィントル側の人間なんだから。お前の力になるって。どうしてそこまで。ラントを守るために俺にできることを、俺にできるやり方でやりたいんだ。なるほどな。大統領閣下に宛てて親書を書きます。首都にある大統領府へ向かってください。認めてくれた。俺の提案を受け入れてくれるんだな。それとオズエルには注意してください。オズエル、彼の協力を仰ごうなどとは考えないよ。なんで？彼はお前の義理の父親だろ。それ以上にストラタ政界に強い影響を及ぼすことの可能な政商でもあります。
ストラタの乱と親中政策はほぼ彼の立案によるものです。そうだったのか。うん、辛い立場なのにラントのために尽力してくれてありがとう、ヒューバート。さあストラタへ行くなら急いでください。わかった、行ってくる。ストラタへ行くための港はまだ我が軍の勢力下にあります。西出口から出て向かってください。あ、ちゃんと話してくれたじゃん。すげえ、すげえっていうかアスベルが立派、本当に立派。こんなもうなんだろう、身分もプライドも全部捨ててちゃんと頭を下げれたから、これは素晴らしいことだよ。え、副官だ。失礼します。あれ、アスベルは？何ですか？本国に命令撤回を要請する？それは一体どういうことですか、少佐？ラント領主に信書を託しました。領主。命令が撤回されれば、僕はラントに残ります。それが無理でも、僕の意思を継いでくれる者を代わりにここに残すようにします。それはつまり私をあなたの代わりとは認めない、そういうことですか？そう取ってもらっても構いません。あなたのしていることはオズウェル家にとって不利益にしかならない。ん？なぜオズウェル家？オズウェル家の人間である前にストラタの軍人です。ストラタの国益のためになることを考えて。あんまりオズウェルと仲良くないのかな。それともあなたはオズウェル家の繁栄のみが目的ですか？兄さん、いとこ。デイモン兄さん、今のあなたの言葉を聞いたらおじ上は悲しむでしょうね。拾ってやった犬に噛まれるようなものだ。いとこか。何とでも言ってください。それでは僕も所用がありますので、これで。アスベルはもうここにいないのかしら。あの青二歳め、ようやくラントの利権を手に入れる機会が訪れたというの。おじ上もおじ上だ。なぜあんな男を養子に。私の方がよほどおずれるために行動している。超嫉妬深い人間だ。ここは何としても信書が渡るのを食い止めねば。知らせないと。食い止めるって。そこで何をやっている。え、誰だ、誰かいるのか。しまった。貴様、聞いていたのか。あ、いえ、その一体話して。この女は領主の仲間か。そうだ、こいつを使って。お前のあいつやばいぞ。ヒューバート、やばいやつが副官だった。シェリア、あ、ちょっと待って、どうすんのこれ。話をしようって、みんな、いや、新書同行よりまずシェリアやばいよ。つかまずみんなもいないしね。ちょ、探してくるか。じゃあみんな、ここにいたのか。ちょうどいい、頼みがある。俺と一緒にこれからストラタへ行ってもらえないか。大統領とヒューバート召喚命令撤回の直談判をする。安全は保証できない。向こうが俺のことをどう扱うかまるで見当がつかないからだ、うん、その上であえて頼む。俺に力を貸してほしい。行く。ありがとう、ソフィー。俺も依存はない。未だお前の力になれたとは言い難いし。私も行くよ、
ストラタは行ったことないから興味あるしね。ありがとう、二人とも。シェリアはいないのか。なんだか思い詰めた顔してどっか行っちゃったけど。君たちが探しているのはシェリアという娘かな。彼女の身柄は私が預からせてもらっている。どういうことですか。彼女は重要機密を盗み聞きしていたんでね。ほんのお仕置きですよ。彼女の罪を許してもいいが、それには条件があります。彼女の身の安全と引き換えにストラタ行きをやめてもらいたい。この人頭悪いな。ちょっと人に戻ったってこと。そんな言い回ししかできないって。よくそんなんで副官になったな。私とことを構えるのはよした方がいいですよ。あの娘を無事に助け出したいのならね。心証を渡してもらいましょう。早くしないとあの娘がモンスターの餌になってしまう。いやなるほど。あなたはそういう手で来ましたか。バレバレじゃん。シェリアはどこです。言いなさい。言わない場合この卑怯な脅迫の事実を本国に知らせなくてはならない。それだけではありません。あなたは上官である僕の書いた信書を奪い取ろうとした。滞在だよ。どうしますか。くそ、ここまでか。くっ、え、な、レイモン、早まった真似を。レイモンのことは僕が何とかします。皆さんは早くシェリアを。自害したの。くそ、シェリア、どこへ連れて行かれたんだ。とことんバカだなこいつ。マジか。ちょっと待って待って、シェリアを探そうって全然わからん。つってもなんかどこに行ったかわかんねえから、まあちょっと情報収集もしなきゃいけないから、ちょっととりあえず一回今回はこの辺で終わりにしようと思います。まあ区切りもいいですし、ちょっとこの辺で買い物もしたいんでね。まあ悠長に買い物してる場合じゃないけど。じゃあ今回はこの辺で、次回もお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。